こんにちは、福本自動車です。ダイハツのこれは何だろう、ムーブかな、ミラーかな、後ろのベアリング、後ろのベアリングを交換しようと思ったらアステン交換ね。なぜかというとセンサーがついてる、もうこれアステン交換でね、これまあ車種違うんですけども、これの場合純正を買うと28,300円、別途消費税が必要です。でも外品 NSK というのを部品屋さんに紹介してもらいましたんで、 NSK というのはメイドインジャパン、メイドインジャパン、日本、屈指のねベアリングメーカー、これなら信頼性抜群でしょう。信頼性抜群で、しかも純正より、お値打ち、どれぐらいやろうな、若干お値打ちでございます。めちゃめちゃ安いの売ってるよね。めちゃめちゃ安いのもね、とりあえず使えます、とりあえず使えるけども、どれぐらい持つかは分かんないよ、分かんないね。でもNSK ですよ、これはバッチリでしょ。これちょっと開けてみましょう。おお、もうね、見たらね、もうね、激安外品と全然違う。もう美しいよ、こんなね、切ったあとここの裏とかね、やっぱりね綺麗ですわ。なんだったら純正より綺麗。これほんで形が違う、位置が違うっていうのはね、これあの車種違うんで、それは当然ですけどね。はい、これはね、また使いますんで、新品なんで片付けといて。今回はこれをちょっと分解していきましょうね。なんかの参考になるかもしれない。いくよ。はい。ここを外してみようかな。ダメだ、硬い。ちょっとだけ隙間ついた。よし。はい、センサー部分が取れました。液体パッキンみたいなのでね、ちょっと防水してありますね。はい、早くも煮詰まってしまった。だからセンサーの相手の磁石がこれですわ。これほんでこれは何やろね、カバーなんかな。これがそう簡単に取れないんで、これ壊しちゃうといけないし、これはもうどうにも、どっかにこんなサークリップみたいなのがあればね、そこをきっかけに分解するんですけども、これが純正ですね。ただまあ社外品をさらにばらいてみるという手もありますけども、さあどうしたもんか。はい、砂鉄を集めてきました。なんじゃこりゃ。
これを。今部品屋さんが来たのね。撮影中なんで何も喋らんかったら部品置いていきましたね。はい、ほら砂鉄の質が悪いんであれだけど、よし、アップにするよ。ほら、これが磁石になってるんで、この部品が実は大切。砂鉄がもうちょっと細かかったらよかったんやけどね。その辺で磁石で今拾ってきたもんやから境にいまいちやけどもね。はい、これ多分これをね、機械でガーってかしめてあるんじゃないかという想像です。一度真ん中をプレスで押してみましょう。全然歯が立たない。よし、それじゃあ壊しにかかろうか。この磁石、これをね、これを取ったら何か。取れた、取れました、磁石部分ね。はい、やっぱりね、これは機械でこうギュッとかしめてあるように見えますね。っていうかね、外のねベアリングカラーっていうのがもうないですよ。これ自体がもうベアリングの外側のカラーやね。ほんで内側のシャフト、こっちにも何もないでしょう。内側のシャフトをギュッとかしめてあるという構造でしたね。どうにも歯が立ちません。これだけ後でね、またギュッとはめてあるんでね、磁石ね。そしてセンサーをカパッと、蓋にセンサーが貼り付いております。どうにも面白いもんじゃなかったね今日は。でこれがもうごつくて、かしめが焼いてんのかな、これな。ピュンっていう、なんか機械があるんでしょうな。ギュン、焼いてるわけじゃない。はい、どうにも分解しても修理できませんということが分かりました。斡旋で交換しましょう。NSK おすすめ、ゲームの会社みたいな名前やけどね。あ、もちろん純正がいいですよ、純正がいいですよ。 NSK は信頼性も高いという話ね。はい、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、以上です。 RBS、 これ GoPro 違うね、実はオリンパスやね。
それじゃあさようなら。